スーパーボトルニュー。皆さんこんにちは、イシマックスです。今日ご紹介する商品はこちら、6月24日発売予定の BOT55 ベタベタイガー G です。それでは見ていきましょう。今回のこのデカビタイガー G はこのデカビタ C とコラボしているボトルマンになっております。デカビタ C 公認でございます。 CC レオン、 CC レオン DX、 そしてこのデカビタイガー G とこの公認ボトルマン第3弾になっております。このデカビタ C のキャップ、そしてこのデカビタイガーについているこのキャップのデザインもよく似ております。そしてこの顔についております、ここを見てください。ここもデカビタイガー G のマーク、ここもこのパッケージと同じようなマークがついております。そしてこのデカビタ C のパッケージも新パッケージなんですよ。そしてこの見た目の部分、このデカビタイガーそのものもこのペットボトルのデカビタ C にすごく似ております。そしてこのデカビタイガーのパッケージもこの赤いキャップと黄色いドリンクで、赤と黄色のかなり目立つようなパッケージになっております。パッケージにもデカビタ C が載っております。このデカビタ C のドリンクと一緒にボトルマンのイベントを盛り上げていく予定です。こちらについては動画の後半で紹介していきますので、最後までご覧ください。それではこのデカビタイガー G の性能を見ていきましょう。このデカビタイガー G はバーティカルキャップが付属した縦発射型のボトルマンになっております。このバーティカルキャップは通常のキャップとはちょっと異なっておりまして、円柱状でタイヤのような形をしております。なので発射したキャップがまっすぐ進んでいきます。高精度でコントロールタイプのボトルマンとボットキャップになっております。それだけではありません。今回はパワーチャージができるデカビタ C とコラボしているボトルマンでございます。なのでこのボトルマン、なんと縦発射で締め打ちが可能になっております。このデカビタイガー G はこう顔が動くんですけれども、こうやって後ろに引いた瞬間に締め打ちをすることができるようになっております。そしてこのデカビタイガーのおすすめのカスタマイズなんですけれども、このデカビタイガーをもっと安定性を高めるためにこのアロサイダーのアーマーをつけます。そして片手打ちもできるようにこのサーメッツのトリガー部分、こちらを使って改造していきます。はい、カスタマイズしてみました。皆さんお気づきでしょうか。今回のこのボトルマン縦型発射なんですけれども、なんとトリガーの改造もできちゃうんですよ。今こちら3列の横型発射のトリガーがついております。そしてこの安定性のアロサイダーのアーマー、こちらをつけて安定して片手打ち縦発射ができるようなボトルマンになっております。皆さん、そしてそして重大発表です。今回このデカビタイガー G の発売を記念して、6月の10、11日のコロコロ魂フェスティバル in 東京おもちゃショーで先行販売、そしてデカビタカップを開催いたします。会場で一足先にデカビタイガー G をゲットしていきましょう。デカビタカップではランキングチャレンジ、ボトルキングチャレンジの2種を開催いたします。そして参加賞はなんとこのデカビタ C です。元気いっぱいパワーチャージして楽しんでいきましょう。パワーチャージ。今回デカビタカップで開催されるランキングチャレンジでは、こちらのボーリングを行っていきます。そして初めて開催されるボトルキングチャレンジ、こちらの優勝商品はこのドラグルトのブラックバージョン、そしてデカビタの1ケース、こちらが優勝商品としてもらえちゃいます。皆さん、ボトルキングを目指していきましょう。今回のボトルキングチャレンジの決勝競技は PK です。このデカビタイガー G を使った攻略法を紹介していきます。今
今回の PK はこのデカビタイガーをもっと安定させるためにこのアロサイダーのアーマーをつけております。接地面が大きいのでかなり安定しております。そしてこの PK のあの隙間の部分狙っていくんですけれども、この縦発射であればここが狭いのでキャップが狭いのでかなり入りやすいです。今回はあの左側の隙間を狙って見てみましょう。コツとしてはこのコアボトルであの隙間を狙うと入りやすいです。ちょっとやってみます。ピエッ、おお入りました。見ました？ピエッ、おお入りました。見ました？公式競技の PK はこのデカビタイガー G にアロサイダーのアーマーをつけて攻略してみてください。改めまして BOT55 デカビタイガー G は6月24日発売予定です。それでは皆さんデカビタカップに参加して盛り上がっていきましょう。それではアデュー。